回は小梅模様のミニ布巾を仕上げます。はじめに周りの縁取りの刺し方を始めたいと思います。糸の長さなんですけれども、だいたい長さが50センチから60センチぐらいに押さえて縫いたいので、まずこの半分の長さにの2倍の糸の長さにしたいと思います。だいたい2倍の長さになっていますので、こちらをカットします。それから針に糸を通していただいて、で縫い始めはこちらからです。角から始めたいと思います。まずは手前から真ん中に入れていただいて刺します。反対側に出ないようにしてください。そうしましたら、ここを並縫いで縫っていきます。表に出る分と下に隠れる分の長さの比はだいたい2対3ぐらいです。はい、縫っていったら必ずこうやってしごいてください。ここが角になっているので長くならないように手前で止めて刺します。こういう風にしながら先ほどの半分まで縫い進んでください。それでは糸継ぎのやり方、ここで糸継ぎをしたいと思います。ここまで糸が出ています。糸継ぎは少し手前からダブらせて並縫いをしていきます。 2,3 個手前からやっていきます。ちょっと手前で出します。ちょっと先でまた戻し刺しますという感じでダブらせて糸を送っていきます。こうやって余らせておいてください。ちょっと先に入れて同じところに出します。必ずしごいてください。ここからはまた表面を見て進めていきます。しごいていってください。で、最後のところまで行きましたら、こ
ここですね、ここも同じようにダブらせて、少しこう最後の糸を引っ張って切ってください。どうぞ。周りの縁が縫い終わりました。次に縫い始めるのは中心です。その後両脇の方を縫ってください。長さとしてはここの長さのだいたい 1.5 倍くらいでいいかなと思います。もうすでに縫い始めています。この裏側なんですけれども、こんな感じで縫い始めています。そして折り返しをするとき、ちょっと内側をすくって出します。はい。そしてまたちょっと先をすくって元のところに出していきます。そしたら表側にして続きを縫っていってください。こんな感じですね。で、反対側のこちらに来た時もまた同じように 2、3個戻ってから糸を切ってください。はい、今右半分が終わったところです。ちなみに裏側はこんな感じです。それでは左の方も仕上げていきたいと思います。はい、これで左側の方も完成しました。そしてもう縫ってあるんですが、ピンク色の縫い糸をまず真ん中を縫っていってください。その後この両脇を刺していくのですが、こういう風に一直線で縫ってください。あとこちらもそうですね。こちらもこういう感じで縫っちゃって大丈夫です。そして全部の箇所を縫っていって完成となります。これでカゴメ模様のミニ布巾は完成しました。ご覧の皆様も楽しみながら縫ってみてください。それでは今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございます。失礼します。